スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではループイフ団戦略と検証シリーズ、第6弾ということでですね、検証を始めてちょうど1ヶ月なんですよね。はい、でまあデモ口座300万円でそれがどうなっていくかということを、公開していくんですけども、今回ねちょっと気づいたことがあります。はい、で動画の最後にね、口座をまだお持ちでない方向けの告知がありますけども、まあそちらはね最後の部分なんで飛ばしてもらっても大丈夫かなと思います。はい、でまあ前々回そして前回と、買いの売買システムを動かしています。まず A ポンド円の B50 ですね。はい、 B は買い、そして50は50銭ね。で最大ポジション数5にしています。で、まあ、1万通貨で動かしてるんですけども、まあ、現実的にはね、証拠金30万円なら、1000通貨ぐらいがいいのかな、ということをね、まあ、前回とかもお話しています。そしてもう一つがユーロ円ですね。こちらも買いで、40ピップスね。はい。で、最大ポジション数は5なんですけども、ちょっとね、やっぱ最大ポジション数5は少ないんじゃないかな、と思い始めました。はい。まあ、その理由はちょっとチャート画像も後ほどご覧いただくんですけども、稼働させている売買システムの通貨ペアのボラティリティ、はい、価格変動幅ですね。まあ、どれぐらい動くのか。そして、まあ、こういったリピート系 FX というのは、結局はレンジで動くということを想定しているので、レンジの上限下限がどのあたりなのかということで考える必要があります。で、A ポンド円の冷やしチャートをご覧いただきますと、はい、もう A ポンド円にしては本当に値幅が最近小さいんですよね。はい、このレンジの中で、もう十何営業日ぐらいですかね。はい、入っていると、収まっていると。ただ、これ、こことここを見るとですね、こんだけ狭いんですけども、はい、これでもね、4円40銭ぐらいの値幅あるんですよね。はい。ということは、50銭でポジションを新しく持つと言いましたけども、はい。これを丸々下から上まで動くとですね、ね、はい。5だとちょっと足りないんですよね。やっぱ9ぐらいのポジション。なので余裕を持って10ぐらいが適正なんじゃないかなと思いました。そしてまあ、抜けるんであれば、まあちょっとこう、A ポンドに関して上か下かっていうことちょっとまあ、なかなか予測しづらいんですけども、はい。まあ、10ぐらいかなと。で、ユーロ円はですね、はい。同じように、はい。ちょっと今回は、このあたりから、このあたりで、ちょっと計算しましたね。はい。すると、まあ、だいたい、3.8 円、380銭。で、まあ、ユーロ円の方は、40銭で、取引するので、ポジションを積み上げていくので、ね、これだと、やっぱり同じように9か10ぐらいが適正なのかなと。で、まあ、先ほどですね、A ポンドに関してちょっと難しい。まあ、ユーロ円も難しいんですけども、今で考えるとこれ下ですよね、軸はね。はい。まあ、そのあたりを見つつ、S と B 入れ替えていくのか、もしくはここをしっかり、10とか20とかね、ゆとりを持ったポジション数にして、なるべく放置というか、はい。でせっかくのこう、まあ、システムトレード自動売買っていうのは、極力ね、あまりチャートを見たりとか、あるいは頻繁にいじらないということが大事なんで、まあ、長期的になるべく触りたくないんであれば、ここの数を大きくしてっていうことを考えていく必要があるかなと思います。でですね、特にまあ、今週は、重要な指標がね、続くので、そのあたりでちょっとドカッと動く可能性があるんで、そういった意味でもですね、5は少ないかなと思います。ただ、このままいきます。はい。なぜかというと、せっかくのデモで、まあ、ね、検証を行っていくので、あまりそういう風にするよりも、あえて、こうすると、ちょっと5はまずいんじゃないかなというのを放置していきます。はい。で、現在の口座残高なんですけども、このようになりましたね。なんと1ヶ月で、300万円から311万円までって結構なペースですよね。ただまあ、前回同様、含み損益があります。これはね、まあ前もお話しましたけども、まあリピート系 FX というのは、基本的には含み損を抱えながら、そして判定したところでこう面のようにね、バン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 と利益を確定していくのも特徴なんでね。まあここはもう仕方がないかなと思います。で、約定利益ですけども、はい、今回はもうユーロ円の方も、A ポンド円の方も両方ね、しっかり利益を取ってくれたという感じ
です。はい。ということで、この後告知ですね。この動画の解説欄に、ループイフダンが無料で利用できる iNetFX さんとの私のブログの限定タイアップキャンペーンとなってます。そちらの詳細がわかる URL を貼っておきますので、そちらからオンラインでの講座解説申し込みができます。で、その特典なんですけども、現在はこちらの書籍が新規講座解説完了でもらえます。取引しなくても。で、その後ですね、取引数量を満たしていただきますと、私の書き下ろしのこちらのレポート、はい、がプレゼントということになっているので、まだ講座をお持ちでない方で、興味のある方はぜひね、そちらからお申し込みくださいということで、はい、今回は、ループユーザーに関するお話でしたけれども、これ以外にも、週末恒例来週の戦略、そしてね、FX バイナルオプションシステムトレードなど、投資に関する幅広い情報を配信していきたいと思います。そして私のブログはこちら2つありますので、ブログの方もね、特に上の方、はい、1日、2回3回更新している日もありますので、スマートフォンなどのブックマークに入れておいていただけると嬉しいです。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。